はい、それではトークセッション第2部といった形、後半戦でまたお話を皆さんにいろいろと、伺いたいなと思っています。先ほどの話よりももう少し、踏み込んだところ、深いところといいますかを聞けたらなと思っております。今回のその第2部、については先ほども言いましたが、福祉×クリエイティブ、これは主たるテーマとして持ちながら、そのクリエイティブの部分の想像する、先ほどはイメージについてお話をいろいろお伺いしたんですけども、今度は作り出す、イメージではなくて具体的にどういった取り組みをして作り出していくっていうようなところをいろいろとお話を聞けたらなと思っております。で、まあ、作り出すの、に先駆けまして、まず、今日ですね、一番若くて高校生で来ていただいてます池田さんに、将来どんな福祉医療人になりたいかみたいなお話をちょっと伺いたいなと思いますが、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、僕は将来作業療法士になりたいと思っています。はい、それで、医療や福祉系 の、うん、の職に就きたいと思っている人は、はい、その人を大切にできる人じゃないといけないと聞いたので、技術や知識だけじゃなくて、その人から信頼される優しいその作業療法士になりたいと思います。あ、すごくいいことを今おっしゃっていただいたような気がして、やっぱりその技術とか知識だけじゃ人は支えきれないっていうのは、なんとなく池田さんの中でイメージがありますか？はい、そうですね、やっぱり優しい気持ちっていうのが根底にないといけないかなっていうところですかね。はい、池田さんちょっと緊張してないところもあるかもしれませんが、もう少し池田さんにお話を伺いたくて、はい、その優しい気持ち、人に対しての思いやりっていうのは、先ほどちょっとお伺いすると、池田さんプライベートというか、はい、もう本当一番力を入れてる活動のことをさっき話伺ったんですけども、はい、どんな活動をしてるかっていうのをちょっと皆さんの前で話してもらっていいですか？はい、その部活はやってないんですけど、その自分空手をやってまして、はい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 、空手は何歳の時からやってるんでしたっけ？小学1年生の時からやってます。もうずっと空手を、まあ、楽しんでる感じですかね。はい、空手なんかもそら、型ではなくて、はい、でしたよね。はい、実際そうなると相手がおる中でそういった空手をしているっていうイメージですよね。そうですね。何かその空手をやっていく中で相手に対してはこういう気持ちを持ちなさいよとかっていうようなことを教えてもらったりとかする機会もあるんですか？はい、その戦う相手にその敬意って思って、はい、その戦って、その周りの人も応援する側も、そのイケイケとかその、はい、倒せみたいなことを言うんじゃなくて、はいはいはい、応援する側も相手にその、うん、敬意を持って、うん、ただか応援するみたいなのがあります。でその辺の経験というか体験というかが、今のその池田さんの言葉を借りると、その優しさ、思いやりっていうところにつながっているのかもしれないですね。はい、将来その作業療法士さん以外でなりたい、将来こんな、いや福祉医療関係なしで本当はこんな風になりたいっていうのがあったら、ちょっと最後話聞いていいですか？その K-1 とか、はい、そっち系にそっち系出てみたいなと思ってます。素晴らしいですね。もし今日会場にいらっしゃる方であったり、この登壇者の方、サインもらうなら今のうちがいいと思いますんで。でもやっぱそういったその勉強とか学校の授業以外のところでも、やっぱ高校生の時、まあ、小学校1年生の時から池田さんはその経験あるんですけども、そういったところで学んでいくってこともすごく重要なことなんですかね？はい、そうですね。ありがとうございます。じゃあぜひですね、まあ、優しさ、まあ、強さもあるですよね、池田さんの場合。優しさと強さを兼ね備えた作業療法士さんになっていただければと思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
それではじゃあ、もう少し作り出すのところですね、想像の作り出すのところ、具体的にいろいろ話を聞いていけたらなと思いますが、まずその池田さんの話を受けて小山先生ちょっとお話をお伺いしたいんですけども、今これ見ている方たちっていうのが一番の対象が、松江市内の中学生だったり高校生、これから福祉に興味がある方たちに向けてこのメッセージを今発信しているところなんですけども、先生という立場の中で、生徒の皆さんに伝えたいこと、福祉現場で大切にしてほしいことであったりとか、先生の思いとして、先ほど双方向から見れる人っていうことをおっしゃっていただきましたけども、その教育を通じてどんなことを伝えたり、どんな人材を輩出したいっていうようなことがありましたら、なんかちょっとお話を伺ってよろしいですか。はい、わかりました。先ほどの第1部でちょっとお話ししましたけど、本校松江農林高校で2年生から本格的に福祉を学んでいく中で、福祉に関する法律や制度、そういったことを学ぶんですけど、もちろん法律や制度を覚えることも大事なんですけど、私が大事にしてほしいと思うのは声掛けです。先ほどうちの池田君も言ってくれたように、知識技術もちろんすごく大事です。介護福祉士、社会福祉士、あるいは看護師、作業療法士、国家試験あります。それを突破するために勉強すること、知識技術を身につけることは間違いないんですけど、それは大前提として、声掛けは本当大事だと考えています。自分も実務経験の中から、どの専門職っていうことでもないですけど、知識技術がすごくある方、ただちょっと声掛けが利用者さんにとってちょっと嫌だなとか、ちょっときついなって感じる方、仮に知識が技術があったとしても、自分自身が利用者さん、あるいは病院だと患者さんだと立場を置き換えた時に、知識技術がその方があるから、じゃあそれで OK かって言ったら、そうではないと思うんですよね。なのでもちろん知識技術があることは大前提として、声掛けを大事にできる人材であってほしいなと思います。またさらに言えば、その声掛けなんですけど、専門職からの声掛けで利用者さんに笑顔になってくれることはもちろんですけど、その利用者さんに対する専門職からの声掛けによって、利用者さんからの受け答え、その中で、こちらの専門職の方も笑顔になる、これもどこがってことじゃないですけど、自分の経験上、利用者さんもちろん大事にすべき存在ですけど、職員が疲弊していることも多々あるんですよね。利用者さんのためにもちろんそうなんですけど、ただ片一方だけではなくて、利用者さんと同様にそこで働く専門職、介護福祉なり看護師なりも同じように笑顔になれること、そのためにはより良い声掛けが必要じゃないかと考えていますので、まずそういったことを大事にできる人材を意識しています。素晴らしいですね。もう利用者さんに声をかける、声掛けさせていただくことは当然として、職員間のといったイメージですかね。そうですね、これも、どこの施設においてもいろんな専門職の方、あるいは上司の方おられると思うんですけど、利用者さんのためにちょっとこれ福祉の現場に限ったことじゃないかもしれませんけど、例えば精神論といいますか、利用者さんのためにちょっと身を粉にしてといいますか、頑張らないといけないよっていうことで、もちろん利用者さんによく気持ちよく施設で過ごしてもらうことは大前提なんですけど、そこでちょっとギクシャクといいますか、今おっしゃられた職員間もそうですけど、利用者さんのためにっていうことで、もちろん今風の言い方で言いますと、利用者さんファーストと言いますか、でももちろんそれは大事なんですけど、じゃあ、そこで働いている職員は置いてきぼりでいいのかって言ったら、もちろんそうじゃないと思いますので、そういった場合によってはちょっと職員が置いてきぼりというか、職員の、そういった体調面というか、そういったことが
ないがしろになっている場合も少なからずあるので、まあ、それによってまあ、離職だったりつながることも珍しくないですので、はい、まあ、そういった職員間の声掛け、うん、大事かなとは思ってます。はい、ですね。ありがとうございます。今小山先生のお話を聞いとって思ったのは、やっぱ現場を経験しておられる先生だからこそ言えることなのかな。例えばその机上の空論で福祉のことちょっとかじった方の話よりも、その職員間のっていうところまでやっぱね出てくるっていうのは素晴らしいな。すごい熱心に、まあ、普段ね先生の授業も何回か拝見させていただいたこともあるんですけども、熱心に授業しておられるなっていうのはすごく思いました。やっぱりこのポイントになるのは声掛け、声をかけさせていただく、お話しさせていただくっていうのはすごく重要なことかなと思います。その中でもやっぱその綺麗な言葉で、どうしてもこの高齢者の仕事になっていくと、なんていうんですかね、子供扱いしたいだとか、言葉のゴミがねで終わったりとか、なんとかですよねみたいな感じで終わったりするような声掛けをする方っていうのはたくさんいらっしゃるんですけども、僕の信念としてはやっぱりその綺麗な言葉、しっかりした敬語であっても信頼関係は構築できるっていうふうにも思ってますので、プラス小山先生が言われたその職員さん、職員間の声掛けっていうのも気づきとして勉強させていただきました。ありがとうございます。でその小山先生の授業を受けてた今度は吉野さんですね。今は池田くんが生徒として小山先生の授業を受けてるところなんですけども、吉野さん何年前まで小山先生の授業を受けてたんでしたっけ。今が3年目なんで、3年前4年前までですね。ですね、はい、その先生の今おっしゃっていただいたような授業を受けた上で、その先ほどもお話しあった、団体の長が武部さんっていうところで働いている中で、吉野さんとしてこれからどんな職員になりたい、こんな職員になっていきたいよっていうのがあったら、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。今自分がデイサービスで働いているっていう部分も大きいんですけれども、はい、とアイデアを出していける職員になりたいなと思ってますね。と今職場にですね、すごい尊敬してる先輩がおられて、はい、でもその人は、はい、一つのことに対して、はい、もう10個も20個もアイデアが出てくるような、すごいですね。そうすごい人で、もう本当にそういうところが尊敬できる人で、私もこんな風になりたいなと思いながら日々勉強させてもらってますね。すごい、その近くにそんな素晴らしい先輩がおるっていうのは本当頼もしいですね。はいはい、今その吉野さんがおっしゃっていただいたアイデアを出せる人、これってすごく重要なことかなと思ってまして、うちの会社の職員さんたちのことを置き換えて見てみると、やはりルールを守れる人、決められたことを遂行する人っていうのは世の中いろいろたくさんいらっしゃるような気がするんですけども、自分でルールを作れる人、ゼロから仕事が作れる人、まあ、1を2にするんじゃなくて0を1にできる職員さんっていうのは、これ経営者であったりとか、管理者であってもすごく魅力的な人材だと思うんですが、田辺さんどうですか。今、実際に自分のところの法人の職員さんが今そういった言葉を出してくれて、率直に武部さん感想としてどう思いますか。いや、もう頼もしいにつきますね。はい、本当に嬉しいですね。やはりその吉野が今勤務している職場の先輩もですね、やっぱり人間が豊かな方なんですよね。はいはいはい、その先輩という方がですね、でその仕事すごく楽しんでいらっしゃる、仕事にこうなんていうんですかね、仕事のする姿を見ていて、私たちもすごく充実して仕事されてるなって感じる方なんですね。はいはいはい、そういった方ってやっぱ魅力があると思うんですね。でそれはやはりその、後輩は見て、はい、部下は見てあんな風になりたいってやっぱ思うわけで、そういう方々がたくさんいる職場にやっぱしていきたいと。いや、そうですね。はい、やっぱ思いますよね。やっぱそういったその背中で見せれる人がたくさんおる職場は、自然とそういった職員さんというか人材が育成される感じはありますよね。そうですね、やっぱ雰囲気が全然違いますよね。その吉野の話に少し触れるんですけども、はい、高校を卒業して当法人に入職されたんですけども、はい、その時に選択肢としてですね、特別養護老人ホームもあれば、デイサービスもあったわけですけど、はいはい、私そこがすごいなと感じたことがあって、
吉野はもともとこんなに上手に喋ってるんですけど、はい、人前で話すのがすごく苦手だ、うん、今でも苦手だと感じてるんですね。すごく上手にお話しされるんですけど、はいはいはい、ですからデイサービスで普段そのレクリエーションなどもその利用者様の前でやられる時もですね、うん、すごく最初はそれをハードルに感じてたんですね、うん、なんですけども、はい、そのもともと自分はコミュニケーション力が少しこう弱いと感じていたから、うん、だからよりコミュニケーション力が求められるであろうデイサービスで働きたいと、まあ、本人も思ったんですね。でそこからやっぱその就職 の, そのまあ配属先をデイサービスで働きたいという希望を聞いてすごいなと。で、まあ、そういったこともクリアされながらそこにまあその素晴らしい先輩がいて、でそこでその先輩の姿を見てじゃあアイデアが出せる人になりたい、そんな風にこの3年で成長されたっていうのはもう職場の上司からするとですね本当に嬉しい限りですね。そうですね、はい、今の小山先生の授業を受けた、まあ、卵といいますか、それがしっかりと竹部さん の,、まあ、法人で、職場でしっかり育っている感じはあって、やっぱこういったつながりっていうのは県内やっぱどん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 作っていくべきなところですよね。そうですね、やっぱ私たちもただ単に事業所の中でですね、うん、仕事をしていると見えない部分もあると思うんですけども、やっぱりこうやって、まあ、例えば、いわゆる学校教育機関であるとか、うん、私どものような事業所であるとか、あとは行政の皆さん、やっぱこうやって意見をこう交わすことによって気づくこととか、はい、そこで何か成長ができることとか、うん、で今はないものが新しく生まれたりとか、うん、そういった想像にやっぱりつながっていくっていうことなんじゃないですかね。そうですね、はい、やっぱそういったところに例えばその教育の現場に、まあ、竹部さんも含めて石田さんも教育のところにちょっと携わったりとかっていうこともご経験としては、はい、のり高校さんの方に行かせていただいたこともありますし、うん、地元の八雲中学校さんの方に福祉授業で、うん、毎年行かせてもらっています。ですよね。石田さんどうですか、その現場の、まあ小山先生のように現場経験のある先生が教壇立つってなるとまたちょっと違うかもしれませんけども、石田さんであったり今竹部さんもおっしゃっていただきましたけども、現場の経験がありで石田さんに関して言うとそのいろんな種別の仕事もしてきて、その福祉分野においてだから伝えれることとかって多分あると思うんですけども、高校生とかその、まあ、出前授業の中で心がけてる点みたいなのあります？こんなことは伝えていきたいなみたいな。やはりですね、高校生さんや中学生さんは、まあ、思春期ですので、はい、今のそのいろいろな、まあ、それなりに経験を積んだ自分の感覚で、うん、こういうふうにしなさいっていうのは、はい、なかなかちょっと違うのかなって思ってまして、ここまでのレベルというよりはその、はい、どうでしょうね、その福祉に対して、うん、そういう授業で最後に伝えさせてもらってるのは、うん、まずは大丈夫ですかっていいので、うん、そのちょっと一声をかけてみようとか、うん、そのアクションを起こすことが、うん、その結果云々に関わらずですね、はい、福祉だと思うのでっていうことはちょっと伝えるようにはさせてもらってます。ですね、やっぱ分かりやすいですね、今石田さんの話聞いてるとね。そういった方がどん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 教育の現場にも入っていって、であとこういったところに行政の方も入っていたりだとか、あとまあ実際に教育の現場に立っておられる小山先生とかそういった教団に立っておられる先生とこういった形でコミュニケーションをしっかりとって。これから現場に入ってくる若い職員さんたちを支えれるようなそんな体制作りっていうのも我々としてはもう絶対的にやっていかないといけんかなっていうのをちょっとお話を聞きながら思いました。で、ヨさんちょっと先ほどの話の、続きになるんですけども、まあ、こういった職員になりたい、アイデアをたくさん出せれるような職員になりたいっておっしゃっていただきましたけども、仕事をしている中でなんかこう辛いことも多分あると思うんですけども、さっき言ったそのコミュニケーションをね、どうしてもデイサービスだとしっかりとそういったレクリエーションであったりとかしていかないけんと思うんですけども、その辛いことを辛いと思わないように多分してらっしゃると思うんですけども、そういったところでなんかこういうふうにしていくと仕事はちょっと楽しくなるよみたいなコツみたいなのがあったら若い子たちに伝えてあげてもらっていいですか。ちょっと難しいかもしれないですけど、すいません。例えばこう利用者さんにマイナスなことを言われたとか、はい、
そういうのがあったとするじゃん、まあよくあることなんですけれども、はいはい、それでもその利用者さんに対してこっちもマイナスなことを思うんじゃなくて、うん、あでもこの人この間あんないいこと言ってくれたし、うん、いっかいっかぐらいな感じで、うん、重く受け止めすぎずに、うんまあ、ちょっとうんうんぐらいの気持ちで受け止めて、もちろん訴えは訴えとして、うん、こっちで受け止めはするんですけども、はい、必要以上に、うん、こっちが落ち込んだりせずに、できるだけその明るい雰囲気は保ってよっていうのは心がけてますね。ああいいことですね。一緒になってもうどん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 落ち込んでしまうんではなくてってところですね。ありがとうございます。その吉野さん、こうまあ吉野さんのターンで言うと最後になるかもしれないんですけども、これを見てくれている中高生に向けてなんかエールであったりとかお言葉がありましたら、はい、お願いします。私は結構その中学生の職場体験行って、はい、農林高校行って、はい、でもう高卒で介護の世界に入ってっていう、うん、結構まあずっとこうガーンっていう風に道を突き進んでったと思うんですけど、はい、もちろんその目指すところがある人は、うん、いいと思うし、うんうん、でもまだ分からない、自分の進む道が分からない人も多分いっぱいいると思うんで、はい、いろんな仕事とか、はい、できることは社会に本当にたくさんあると思うので、うんうんうん、決めつけをせずにですね、はいはいはい、いろんな選択肢があるんだなっていうのを、うん、しっかり心の中に留めてですね、自分の将来とか、はい、進む道決めていってもらえたらなって思いますね。なんか自分の可能性とかに蓋せずにいろんなことにチャレンジして、はいはい、いろんな選択肢を持っていけるといいよみたいな。はい、そうですね。はい、ちょっと台本にはないんですが、石橋さん今目が合ってますけども、はいはい、石橋さんにもぜひですね、その中高生に向けて何かメッセージ、はい、エールであったり、こんな感じで、まあ、進路選択なんか分からないですけども、はい、こういう形で生活していくと、今楽しいですか、プライベートも含めて。そうですね、コロナ前とかはもう全然ライブとかたくさん行ってたんで、うん、県外とかにも行って旅行とか、はいはいはい、それこそライブ行ったついでにちょっと旅行してとか、はいでしたよね、たくさん楽しいこともあるので、うん、そのこう仕事で嫌なことがあっても、うん、そのプライベートでこう楽しいことがあるとこう気持ちも切り替えられますですよね。で、はい、それでその、まあ、仕事も充実しながらプライベートも充実させるためにっていうとちょっと大きいことになったかもしれませんけども、はい、なんか石橋さんの立場として中高生にメッセージを一ついただいてよろしいですか。はい、そうですね、なんだろうでもさっき吉野さんも言われたように、なんかこう進路選択ってたくさんあってもいいかなと思ってて、私とかも本当高校生でその祖母がそういうことが第一部でも話した通りそういうことがあってからの進路選択だったので、本当ギリギリまで全然どうしよう何しようっていう感じだったので、本当いろんなこう経験をして体験をして、そういろんなこう仕事を探しながら決めていってもいいのかなと思いました。うん、ありがとうございます。じゃあ続いて同じような質問を最後にまた石原さんにもちょっとお伺いしたいんですけども、その、まあ、エールの前に石原さんの立場からしてこの福祉の仕事、この仕事の魅力みたいなのをちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、まあ、この仕事の魅力にはですね、まあ、どの仕事もそういう側面はあると思うんですけども、やはりその支援させていただく方の、生活とか、まあ、暮らしに、まあ、すごくこう直接まあ影響を与えれる、うん、仕事だなと思ってまして、はい、これはまあどの仕事でも何かしらのもちろん影響を与えてはいると思うんですけども、はい、もう特にこの福祉の仕事っていうのはその対象の方の生活にも寄り添って行う仕事ですので、はい、もう自分のしたことで、はい、自分のケア一つで、はい、その人の、人生が、うん、生活がすごくこう改善したり、はい、変わっていくことを、まあ、目の当たりにすることができるので、うん、その日々その積み重ねっていうのは、はい、
すごくですね、やりがいとか、すごくある仕事かなというふうには思っております。やっぱそれって他の仕事じゃ味わえない、我々の仕事だからこそ味わえるところですよね、多分ね。そうですね、ここまでその方の生活にタイトに寄り添う仕事っていうのは、特に私の職場は入所系施設ですので、行ったら365日24時間そのお一人の方のそばにいるっていう仕事っていうのは、なかなか他の仕事にはない仕事だなと思ってますので、その寄り添えるってその方の暮らしを変えていけるっていうのは、すごくこうやりがいがある仕事ではないかなというふうには思ってます。確かに、そのしっかり寄り添ってといいますか、逆に我々も寄り添ってもらいながらですね、利用者さんにもお互いでこうより良くしていくような形でっていくと、やっぱりその僕個人的にはこの仕事ほどありがとうの重み、これはもう他の仕事にはないぐらいのありがとうを言ってもらえるような気がしてるんですけども、石田さん的にどうですか。そんな経験も多分おありだと思うんですが。そうですね、本当にお客様にこちらがありがとうっていう仕事ってたくさんあると思うんですけども、お客様からこんな風にありがとうでたくさん言っていただく仕事っていうのは、本当に他にないなというふうには思ってますし、本当にありがとうという言葉だけではなくて、いろんなお言葉をいただいてまして、少しこう自分がプライベートで少しちょっとこう悩んでることがあった時とかに、利用者の方が何気なく、お兄ちゃん毎日ハッスルしていかんといけんよってこう言われたことがあったりして、すごくそういった言葉に何かそういった側面を出したつもりないんですけども、そういった言葉をいただいて、すごく逆にこうこっちがこうやる気なんか頑張らなきゃってこう思わせてもらったりとか、そういった経験がある方ですし、そのハッスルしないといけないよって言ってくれた方のは、若い頃に戦争体験をしておられるような、もっと大変な思いをしておられる方がそういったことを言ってもらって、こちら元気づけられるというようなこともあるので、すごくそういった意味でもすごくこうやりがいのある仕事じゃないかなというふうには感じてます。そうですね。でその石原さんから先ほどのお二人にもお伺いしたんですけども、今のこの中高生にこう伝えたいこと、エールみたいなことがありましたら、最後一声いただければと思いますけど。もちろんこの福祉の仕事だけに関わらずですね、思うのはですね、やはりいろいろな経験を知ってもらって、幅のある人となってもらえたらなと思います。特に福祉に関していくと、その生活に寄り添う仕事だと思ってますので、その方に対する支援とかの方法に関しても、その自分が持っているその引き出しが多ければ多いほど、いろんな提案とかケアのことも、だったり声かけもできると思いますので、これは福祉に関する経験だけではなくて、人として社会経験含めていろんな経験をしてもらうのが一番いいのかなというふうには思うので、ぜひぜひいろんな経験を積んでもらって、一人でも多くの方がこの福祉の現場に立ってもらえればなという場幸いだなというふうに思います。 ですね、ありがとうございます。ではあと竹部さん、ちょっといろいろお話をお伺いしたいなと思うんですけども、僕、竹部さんとは知り合ってからもう数年経ちますが、ご経歴も含めて、僕の中ではこの人面白いなと思いながらいつも関わりを持たせていただいてるんですけども、どうでしょう、竹部さんのちょっと簡単なご経歴といいますかお話しいただいて、前職と比べて福祉の仕事って何か違いがあったら、何かお話を伺えたらなと思うんですけども。はい、先ほど石原さんもねお話しされたと思うんですが、いろいろな経験をするって本当に大切だなというところがまずあると思うんですけども、私の場合、この仕事についてまだ10年ぐらいなんですね。10年前までは全く別の業界で働いてまして、どんな仕事してたかというと、DJ してたんですね。で、DJ で、仕事をしながら、たまにそのプロデューサーとしてですね、楽曲制作などもしていて、大体年間のうちそうですね4分の1ぐらいは、海外でそういった制作の活動をして、で帰ってきて、でその平日はそういったその、制作とか企画みたいなことをして、週末になると、その全国の、
クラブとか野外フェスとか、はいはい、そういったところで DJ をしてる。まあ、たまにラジオ。音楽のジャンルとしてはどんな音楽？あ、私はあのレゲエというのを、はい、やってましたけども、はい、あのそんなことをまあしてました。はい、で、すごくこういろんな経験をさせてもらったんですけど、うん、それがじゃあ今の仕事にですね、はい、結構生きてるんですね。あ、相通ずるとこがある感じですね。はい、ここが私は多分こうすごく大きな気づきだったんですけど、はい、音楽を作る時って、はい、当然最初にこうコンセプトを決めてですね、はい、こんな曲を作ろうみたいな、はい、でそこからじゃあこういうイメージのこんな曲を作ろうと思ったら、例えば歌手は誰、アーティストは誰にするか、ギター、ベース、ドラム、ね、シンセサイザーとかパーカッションとか、まあスタジオはどこにするかとか、まあそういったメンバーをこう決めていくわけですね。で、まあチームを作ってですね、こんな歌を作りたいんだけど、で、まあ歌をみんなでこうそれぞれの道を極めた人たちなんですけど、こう意見を出し合いながらですね、曲を作っていくんですね。で、できた曲が誰かを元気にしたりとか、誰かの背中を押したりとか、で私がまあね、その曲をかけたりとかして、それを聞いた人が元気になって帰ってたりすると、やったってやっぱなるわけですよね。すごくなんか人を幸せにできたなというか、ハッピーにできたなって、やっぱりその実感があるわけですよ。はいはい、で今やってるその福祉介護の仕事も同じだなって思うんですよね。はい、その生活の中でですね、はい、こうまあ、困ったことがいろいろあったりされる、まあ、高齢者の方やそのご家族の方、はい、まあ、困ったことがあるわけですよね。はい、でこれを解決するために、うん、じゃあみんなどうしようか、でそこもチームでやっぱ動くんですよ。で例えば介護職員がいて、はい、看護職員がいて、はい、まあ、リハビリテーションの職員さんがいて、はい、管理用士さんがいたり、ね、中には薬剤師さんや医師、そ う、ね、まあ、そういったいわゆる専門の、ね、専門職の皆さんがチームになって、はい、それぞれの専門性の中からどうやったらこの人を、幸福、うん、幸せにできるか、うん、ね、なんかこう心穏やかに生活していただけるか、はい、そこもですねやっぱチームで考えて、うん、その支えていくわけですよね。はいはいはい、でそれって何て言うんですかね、共通項があって、うん、相手がある仕事なんですよ。はいはいはい、で2人その福祉の仕事もその利用者の生活やその幸福を支える仕事なんですけど、はい、共通項っていうのは対人支援だと思うんですね。対人支援、誰かの、 その生きるを支えるっていうか、うんうん、で先ほど秋田さんがおっしゃったように、そこで、私たちがその、専門、まあ、多職種連携で、はい、まあ、利用者の方のこうケアをしますよね。はい、そこで返ってくるやっぱ言葉っていうのは、うん、まあ、音楽の時も大変そのこうやりがいを感じて、はい、嬉しい言葉をかけてもらったんですけど、はい、ありがとうっていうその大きさっていうんですかね、うん、それはすごいなと思うんですよ。だからその音楽も一緒の付き合いなんですけど、はい、福祉や介護っていう一緒の仕事が見つかったなと思っていて、今この仕事をしてることにすごく誇りを持ってますね。はい、その辺の音楽と相通ずるところ、これはすごくなんか今のお話聞いとって気づきなところですよね。そうですね、はい、なんか一見やっぱその中高生、僕もそうだったと思いますけども、その若い頃になると華やかなところ、はい、一般的なイメージで言うと、じゃあ福祉と音楽って対比した時に、なんか音楽の方が華やかなイメージがあって、そちらの方に選択重きを置くようなところがあるんですが、まあ、両方を経験してきた武部さんだからこそ分かるところで言うと、はい、もうほとんど一緒だよ、なんなら福祉の方がちょっといい感じだよみたいな。そうですね、その通りだと思います。音楽の仕事も、はい、結局そのステージの上に上がってるっていうのは、うん、その全体のその何ですかね、普段の中のその積み重ねの、うん、その延長線上で一瞬のことなんですよね。もう積み重ねなんですよ、はい、これもやっぱり福祉介護の仕事って同じだなと思っていて、毎日のその積み重ねが、はい、要は先ほど の、 その石橋がお話ししたようなですね、うん、はい、利用者のケアの、うん、まあ結果につながっていったりするわけで、はいはいはい、なんか楽な仕事ってのが世の中にないのかなとやっぱ思うんですけど、あ、そうですね、はいはい、ただその仕事として、はい、僕はある意味その福祉や介護の仕事って究極のサービス業だと思うんですよ。あ、はいはいはい、うん、その中で実際にやってることってのはある意味華やかな仕事だなと思うんですね。ああ、はい、あですね、うん、そこまで関わりが持っている、うん、しっかりとサービスとして提供できるっていうのは
この仕事だからこそかもしれないですね。やりがいは大きいと思いますね、はい、そんな武部さんに、まあ、最後お伺いしたいのが、はい、やはりその先ほど石原さんであったり、まあ吉野さんはじめ皆さんにもお伺いしたんですが、これをまあ見てくれている、まあ、主で我々が、見てほしいなと思っている中高生たちですね、はい、に向けて何か熱いメッセージを、はい、いただければと思いますが、はい、まあ、先ほどその第前半でもお話したんですけど、はい、私やっぱりテーマにしてるのがやっぱりやってみようなんですよね、はい、やっぱりやらないとですね、はい、やって失敗したりとかですね、うん、その失敗からもやっぱ気づきがあって、やっぱ失敗は成功のもとだと思うんですね。確かに確かに、はい、だから何にしてもその行動を起こすとかチャレンジするとか、うん、やってみようってことがすごくやっぱり大切だと思うんです、はい、で最新の調査だとですね、はい、学研さんの最新の調査だと、高校生の、はい、なりたい仕事ランキング、はい、総合で、はい、介護の仕事、福祉の仕事っていうのは、うん、今8位だそうです、はい、で、高校3年生の女性に特化すると、はい、現在2位になったんですよ、はい、それだけ調査があるんですね、はいはいはい、それだけ今こうなりたい仕事の中でも上位になってきたんですよね。それってまあなぜなんだろうっていうところもあるんですけど、うん、はい、やっぱこの仕事のやりがいの部分もそうですし、この仕事ってこう、まあ、安定してる部分もあると思うんですよね、うん、あ確かに、はい、それはありますね、はい、だ仕事の部分で徐々にそういったところがですね、うん、こう広がってきたなという実感もあるんですよ。で、まずですね、今その介護の仕事に直接的に興味がなくても、はい、あ、うん、そんなランキングまでになってきたんだと、であれば一回じゃあちょっと話を聞いてみようかなとか、はいはい、ちょっと職場見学してみようかなとか、うん、あそうですね、はい、そこに何かこうつなげてもらってやってみようじゃないですけど、うん、あですね、うん、何かこう今自分が興味がないことにもいろいろとこう興味を持ってもらうこと、はい、うん、それが何かその先の自分の成長につながるんじゃないかなとも思うので、そうですね、こう一歩を踏み出すってことを、今は理解が、興味がないこともちょっと関心を持ってみるとか、うん、はい、それが大切なのかなと、ぜひそうしていただきたいなと思います、はい、じゃあ我々の立場から、まあ、武部さんの立場からも含めてですけども、その触れてもらいたい、はい、それでやってみてもらいたい、はい、っていうのは石原さんも同じ感じですかね。そうですね、うん、まあ、なかなかイメージつかないところもあると思うんですよ、福祉の業界なので、まずちょっと職場の方に、うん、職場体験をしてみてもらうとかでもいいですので、まずちょっと触れていただくっていうのはすごく大事な機会かなというふうに思います、うん、そうですね、そういった場をいろいろと触れれる場をいろいろと提供していく、これが我々ができることなのかもしれないですね。さっき、あ、すみません、そうですね、うんうん、はい、先ほど池田君も吉野さんも、これ石橋さんもだったと思いますけども、その一番初めのところで介護に触れた、イメージできた、ご家族のことであったり、あとインターシップのことであったりで、そういった触れる経験があったから、そういったところに興味を持っていたってところにつながっていくのかなと思っております。いろいろこういった話を伺う中で、かずめさん、ちょっとお話を伺いたいのが、今この介護職を目指す高校生であったり、若手の介護職員さんの背中を押していく取り組みっていうのは県をでも実施されていると思うんですけども、どういった取り組みをしておられるかというのは話をちょっとお伺いできれば。はい、まあ、先ほど来中高生へのメッセージっていうのを伝えてもらったと思いますけども、まあ、中高生に対してですね、まあ、介護のやり、介護職のやりがい、まあ、先ほど話しあったありがとうの大きさっていう言葉がありましたけども、そういったものを伝えていくっていうのが、まあ、非常になかなか大事だと、まあ、それが触れていくきっかけにもなると思っていますので、そうしたきっかけ作りをまずしていく、はい、中高生に対しては、まあ、そうしたきっかけ作りをして、うん、介護にまずイメージをというか思いを持っていただくというきっかけ作りをしていくということだと思います。だから、はい、中堅職員さんについては、はい、まあ、例えば今日こうした場で若手さんですね、若手中堅職員さんについてはこうした場で、まあ、まあ、意見を交わして、意見を交わしてというか、うん、意見を聞いて、お互いそれぞれ思うところもあったし、
気づきになることもあったんだと思いますし、まあ、なかなかちょっとあれがまでつながりもできたんだと思います。でまずもって、まあ、今日ちょっと話がありますが、先ほど武部さん話があったように、今日こうして高校生さんの先生、職員さん、それから管理者さんが一堂に会してですね、こうして意見を交わす、こうした場がで、まあ、いろんな皆さん、いろんな方も気づくこともあると思いますし、こうした場を作っていくことも、うん、まあ、行政としては重要なんというふうに思っております。ありがとうございます。今和部さんの方からもお話ありましたように、やはりこういった場作り、これは我々、まあ、例えば竹部さんとか石原さんとか社会福祉法人さんですけども、であったり私のところは民間の会社でやらせていただきますけども、そういった単体ではできないこと、こういったところを県であったり市であったり、こういった行政にを巻き込みながら、で行政の取り組みに我々も巻き込まれながら、いろいろと今後もこういった場を作れていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まあ、先ほどの前半ももっと話が聞きたかったところではあるんですけども、後半もまた時間が来ちゃいまして、最後の締めというところにはなってくるんですが、今しがた皆さんの話を聞いてて、また竹部さんもおっしゃられましたし、石橋さんもおっしゃっておられた、小山先生の話の中にもあったですけども、チームで何かをしていく、これっていうのはすごくこの福祉の仕事にとって重要なポイントなのかなと思ってます。こうやって自分も今46になりまして、いろいろ考えてきて、今までの人生を振り返った中で、何をするかよりも誰とするかの方がすごく重要な気がしてます。今こうやって立場的には会社の代表ということをさせていただいてるんですけども、そこで自分が何をするかって考えるよりも、今ここにいる、まあ、職場の垣根を超えた皆さんたちも含めて、今自分たちの職場にいる、仲間たちとも含めて、誰と何をしていくか、こういったところがすごく、この想像していく、作り出すためには必要なところかなと思いました。で加えて言うと、我々のこの福祉の仕事、誰とするかっていうとで言いますと、職員だけじゃなくて、さっき石橋さんの話にもありました、ご家族で一番重要なのはご本人さんもそのチームに入っていただく。これはこれだけ私は高齢者の福祉の仕事しかしてませんけども、人生経験のたくさんあるご本人さんにもそのチームのメンバーになっていただいて、仕事ができる、この仕事というのは福祉の楽しさであり一番のやりがいかなっていうのを皆さんの話を聞きながら思いました。まあ、もっといろいろ話をお伺いしたいところではありますが、今日の、トークセッションにつきましては以上で終了にさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございました。それでは失礼します。